よくやってるですよね、うん、昔のあれがちょっと近すぎましたね、うん、お自分たちいい自分たちを見てね、はい、やっておりますが、うん、はい、ということで YouTube でこの後、20時から MV が配信されるわけですけども、はい、まあ、このままね、あのチャンネルを変えずにというかこのまますっと MV に行けますので皆さんこのままお楽しみください、はい、ということで、うん、まあ、MV が公開されるので、はい、MV の、ね、見どころについてね、うん、まあ、語っていった方がいいんじゃないかなというふうに思いますけども、ね、どうですか皆さん、語りすぎたくないよ、ね、そうだね、確かに、うん、見て、見てほしい、見ていただきたいな、見て、じゃあこの話は終わりということで早いよ、早いよ、いや、まあでも、うん、でも今ほら、公開されてるところまでとさ、ほら足元のシーンあったじゃないですか、足元のシーン、うん、あれとかもさ、うん、こうプレイバックっていうんですか、あの戻してもらった時とか、ほら歩いて戻してもらってっていうのでさ、自分たち歩いてるだけだけど、あんだけかっこよく撮っていただいて、うん、すごかったよね、本当に、うん、かっこいいってなったもんね、自分たちでも、確かに、うん、まあそこから始める理由なんかもあったりするんですけど、そうですね、そういうのも探ってほしいですね、うん、あれはね、俺らも聞いた時うおーってなった、なるほど、本当になるほどってね、うん、なるほどってそれこそ先ほども言いましたけどね、ギフテッドは本当に聴覚でも視覚でも楽しめる、うん、あの曲になっているので、ぜひね、皆さん MV をたくさん見ていただいて、曲自体もたくさん聴いていただいて、本当にね、一日何回聴いてもね、いい曲だよね、まあ、シャニングアンもそうですけど、うん、キックスタートもそうですけども、うん、まあ、ファーストステップもそうですけど、リーフリーもそうですけど、ムーブ・オンもそうですけど、トゥ・ザ・ファーストもそうですけど、いい曲ばっか本当に全部好きね、間違いない、間違いないです、うん、ギフテッドも本当朝から今日ずっと聞いてますけど、どうですか、コメントはたくさん来てますか、奥さん来てますよ、ね、すごい、質問欲しいですね、お、ギフテッドに対する質問、一番難しかったダンスはどこですか、ジョン君、おっ、おー、めっちゃ好き、ギフテッド、あ、でもダンス言っちゃうの、言っちゃうの、あ、でも難しかった、あ、まあでもな、場所、どこって言えばいいのか、じゃあ、うん、何番のどこみたいな、あ、何番、そうだ、あ、曲は出てるから、うん、2サビかな、2サビの頭、あー、あー、はい、あやりさんじゃん、冬やりそうになっちゃったありますね、どれもだな、うん、むずいよね、うん、あれなんかわけわかんなかったの最初何やってんだろうって、うん、それこそね、あのフリーでみんなにこう動画をもらって、まあ、特にソータ中心にやってもらったじゃないですか、うん、どうでしたっすか、みんなフリーでした時、俺結構ね、あのそんな早くフリーで終わらないんじゃないかなって 不安だったけど、うん、あの意外とね、手分けしてやってさ、うん、で、こここうなんじゃないってやったら意外となんかすんなりいって、なんか、ね、日に日にやっぱレベルアップしてるんだなっていうのを実感した瞬間があったね、やり方良かったよね、うん、なんかその、うん、ちょっとずつ入れていくと、うん、入れながら固めるんじゃなくても、うん、一回全部入れちゃってからそうだね、あと磨くだけにしようって、うん、最初の判断がすごい良かったなって思います、うん、そうだね、確かに良かったね、あれは、うん、懐かしいね、懐かしいね、懐かしいでしょ、うん、もう最近のことも懐かしく感じるからね、うん、うん、本当に、うん、嬉しいね、本当に、ね、もう今日という日を迎えられて、うん、そしてあと10分後ですよ、おー、来た、言うても早いね、言うても10分後でございます、うん、なんかだから本当に、うん、今日デビュー日の気持ちじゃないのね、本当になんか不思議だよね、先行配信とは言えデビュー日って思っちゃうくらい、うん、明後日ですからね、デビュー日は、はい、スッキリも出るしね、スッキリも出させていただきます、ま生パフォーマンスさせていただくので、ね、嬉しいですね、本当にね、毎回毎回ありがとうございます、ぜひご覧ください、ぜひご覧ください、どうぞ、いいですね、いやどうぞって行かないでよ、そんな行ったらすごいな、難しいな、うん、でも本当にどうですか、マナト君は、マナト君はどうですか、 MV でどうですか、うん、こうここを見てほしいなみたいな、自分のパートだったりしますか、見てほしいか、うん、いいなこれ、うん、正直ね、言うとすごくもうキリがないぐらいすごくいいビデオだったんですけど、はいはいはい、そうだな、個人的に言うと、はいはい、あの MV でしかない、その色の采配っていうんですかね、色の使い方がすごく綺麗だったので見てほしいですね、いいですね、衣装の感じとか、まあ、曲の感じとか、その、なんだろう、今度出るその CD のジャケット写真の感じ、すごくあの赤とか、すごくワインレッドとか、それこそそういう感じの色だと思うんですけど、そこにこう MV に差し掛かってくる色として、本当にね、それだけの色がつく、じゃあ難しいんですけどね、まだ出てないからね、数分前に出るんですけど、
その色だけじゃないかもしれないかもしれない、うん、かもしれないという感じですかね。かもしれない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 っていうね。綺麗だよね、本当に。アンドあれですね、その MV 撮ってていろいろこう秘話が、秘話というか裏話があったじゃないですか。そういえば例えば龍平が寝てたとかさ、うん、なんかあります？そういうの、なんかこんなことあったなって。ああ、でもいつだったっけ、俺らが間違えたの。あ、間違えたのあったっけ。間違えたじゃん。あ、間違えたわ。あの最後にさ、うん、引きでさ、経験あー撮ったやつね。そう、経験の時だ。本当に、始まって秒で間違えたやつでしょ。よし、一発で撮ろう。一発でみんなで行こうってなった時、あ、そう、あ、手の、もうさ、右左間違えた。右左間違えた。これだけやったけど。あ、そうだっけ。右左だった。なんか、そういうの手を間違えた。すいません。で、俺は最終盤の方に間違えて。うん。一番立ち悪いってこと。意外とまだ、MV の時ってさ、やっぱ緊張するじゃない。そうなの。意外とさ、緊張する。定点が。カメラがさ、たくさんあったりして、だから、うん、あれだね、意外とあれで間違いやすいよね。しかもその、うん、初めて衣装を着てさ、ちゃんと踊る日だから、うん、あ、そうだね、確かに確かに確かに、さらに緊張感が、いつもと違う環境だからね。そうだね、うん、やっぱり龍平のこの、あの寝てたのが可愛かったね、うん、まあ、それこそシュンとも寝てたけどね、やっぱあの撮影終わった順にみんな楽屋寝てたよね。そう今思えばね、疲れた。そうだね、うん、やっぱエネルギー使うからね、本当にいい作品になってる分、自分たちもこう皆さんに届けようとしてエネルギーをたくさん使うので、ね、終わった時にはね、あのライフがゼロの状態でね、マジでこうカランカランの状態でエネルギーが、記憶ないもん、ないね、マジ、うん、あるか、あるね、ない、うん、あるでしょ、大嘘こくやん、いや、あるでしょ、さすがにない、うん、あ、じゃもうあれなんだよ、アドレナリンがこう、やっぱ、うん、終わったら寝たってね、気づいたら寝たいっけ。いや、宿泊先に戻ったと思う。あ、それはそうなんだ、ね、うん、あ、そうなんだっけ。あ、そうなんだっけ。あ、その場で寝たってこと。帰ってる記憶とかあんまないんだけど。あ、本当、うん、嘘。あ、帰ってる時の記憶はないかもしれない。嘘。いや、寝てたわ、シンと。あ、寝てた。みんな寝てなかったもん。みんな寝てたかもしれない。寝てたら覚えてた。そうですね。いや、爪が見当たらない。爪が見当たらないですか。あ、そうだ、カラオケで歌うコツ。お、ギフテッドをカラオケで、カラオケで歌う曲、カラオケに限らず歌うとき、なんだろう、でもそのギフテッド自体別にその、なんだろう、本当にあなた自身の色を出せればいいんじゃないでしょうかって思いますけどね。そういう曲だから確かにギフテッド言うじゃないですか。はい、いいですね、はい、どうでございますか。かっこいい。それは何、うん、いや、歌うコツって言ってたから。あー、これね、あ、 MV で絶対間違ってるね。違う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 。でもあのマートの、マートのあの曲の、あの、まあ、MV 見てもらえれば分かると思うんですけど、うん、あの歌ってるところの、はいはいはい、この手の手の表現の仕方はすごいかっこいい。かっこいいというか俺すごい好き。え、手手、確かに、え、確かに手手。いや、マナトももちろんかっこいいんだけど、手も、そうです、手のこの表現の仕方すごい素敵だ。一番喜んじゃう、手を止めたら。あ、そうなんだ。手がマジでかっこいい。手が、そんなに喜ぶところでもないと思うんです。はい、ということで皆さん、あと5分ですよ。うわー、あと5分だよ。あ、すごい、あと5分。あ、すごい、すごいですね。さすがです。手かっこいいっていうのが言ってくれてますよ。いいですね。お、やっぱりほら、いや、早く見たいな。あ、早い早い早い、やばい。ギフテッドに会うメンバーは全員じゃないですかね、やっぱり、うん、7人が輝いてギフテッドであるので、やっぱり7人揃ってギフテッドですよね、うん、パートバチってハマるよね、個人個人で。あ、パート、あ、それこそパートもさ、歌割り自分たちでやったじゃないですか。そうですね、そこにやっぱクリエイティブファーストっていうもの出てますけど、確かにね、本当にすんなりこう決まってったよね、意外と、ね、早かったよね。うん、ここでね、ここ行きましたね、そうだ、久しぶりだ、閉めたんですよ、はい、あそこも閉めたんやったし、うん、そうだね。あ、俺だけオンラインでしたね。ちょっとね、いいですけど、はい、ということで、うん、こっちもね、なんかコメント見れるようになったらたくさん、あれですね、いや本当に、あ、他のメンバーで好きなパートありますか。俺はね、他のメンバー
俺はでも、マルちゃん、マルトも好きなんだけど、シュントの俺のも言っていいよマルトパートを、マルトの、マルトとシュントが歌ってるところあるじゃん、同じ、うん、1番と2番で違うじゃん、はい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 、そう、あるよね、ありますね、あってるよね、うん、そこ、俺すごく好き、本当に好き、ありがとう、ありがとうございます、すごいね、心からにじみ出る、ありがとうよかったな、でも、ありがとうございます、頑張りました、あの、エッジボイス、さっあのエッジボイスみたいなのあるじゃん、俺でも褒めようとしてくれたら、あ、いいよ、こっち聞いてみて、すごい褒めてほしいんだね、はい、俺はマラト君の、はい、張っていこう、これあ、うん、マラト君のラスタミのフェイクが、お好きです、はい、はいはい、マラト君好きです、ありがとうございます、あ、ジュロン君ももちろん好きですはい、はい、後付け、ね、前提です、前提、うん、全員好きなんです、みんないいってことですよね、全員好きなの前提だ、僕は彼の、名前何でしたっけ何でしたっけ、どうせ、すごい好きじゃないかもしれない、ごめん、誰だったっけ、な、名前、うん、教えてあげて、ちょっと名前、しまおそうです、渋くはね、いや、彼の最後のあのなフリーのダンスのとこあるじゃないですか、はい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 、あそこ見てほしいですね、うん、もうね、そうね、かっこいいね、あそこ、わぁ、嬉しい、打たれてる感じ、嘘でしょ、はい、本当嬉しい、まあ、ということでね、あともう2分を切ってますけども、先ほども言いましたけど、そこ好きちゃんとこのまま、画面を変えずにこのまま MV をチェックしていきますので、はい、ぜひそのままぜひ見てくださいね、はい本当にありがとうございます、ありがとうございます、2分が長い、そう、あ、嬉しいですね、2分が長い、ちょっと待ってよ、うん、2分じゃん、見てもらってから話したい、そうだね、ぜひね、それもそうだった、また今度ね、お話できると嬉しいです ね、はい、ということで、もう、そろそろ1分になりますけども、どうですか、一人ずつちょっと MV に対するこの見どころちょっとちょちょちょって言っていきましょう、やっと世に出てしまうのかいいんですかって、はい、いけよ、マナト、はい、もう1分しかないですからね、先に言いますよ、用意スタート、はい、はい、楽しみにしててください、はい楽しみにしててください、あ、いいよ、いいよ、いいよ、ギフテッドの見どころとしては、うん、楽しみに、あ、行け行け行け、行くのみんな楽しみにしててください、よし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 、行こう、まあ、最後は僕が真面目な話をしようと思います、楽しみに、楽しみにしてください、やっちゃったやっちゃった、ダメだ、いや、マツコさん大喜びだダメだ、成長できてないということで、あと20秒になりましたが、はい、本当に先ほども言いましたがね、ギフテッドは視覚でも聴覚でも楽しめる内容になっているので、ぜひね、はい、皆さん MV もたくさん見ていただいて、はい、ギフテッドもたくさん聴いていただいてね、本当に僕たち BE:FIRST の一歩目になる曲でもありますので、はい、やばい一歩目、やばい一歩目を生み出します、皆さん一緒に一歩一歩歩んでいきましょう、 BE:FIRST でしたありがとうございました MV そのまま見てください、うわ、あ、来たぞ、行くぞみんな、すぐ流れますよ、行くぞみんな、すぐ行きますよ、すぐに